え、年収2億経営者44歳、バツイチで元奥さん、とこに子供あり、このまま別のパートナーを見つけて再婚とかせずに時々彼女だけ作って生活しこうと思っているのですが、一生独身でも問題ないですかね。仕事は充実してわし、老後のための不動産も10億円そうと思ってます。一生独身でも別に問題はないんですけど、ただ何か問題に感じる人の方が多いんですよね。 要はその、あの、彼女でいる、居続ける、起き続けるっていうのが、実はハードル高くて、その、自分は経済的にすごいあの、安定してるんですけど、その彼女っていう人は経済的に安定してない場合があって、なので、結婚したい、結婚したいっていう風なアプローチをしてくることが多いんですよ。で、もうめんどくせえなって切るっていうのをやると、またじゃあ新しい人作って、また結婚したいってアプローチが来てっていうのが、ずっと続けなきゃいけないんですよね。 なので、それをずっとし続けてると、自分が好きなのか、自分の財産が好きでその人がいるのかが分からなくなってくると思うんですよ。で、その状態を耐えられるようになるんですけど、あの、なんかその、お金が興味があって近づいてくる人しかいない状態っていうのが、まあ、今40だと思うので、まあ、90ぐらいでシュンとすると、多分70ぐらいから20年ぐらいずっとやると思うんですけど、 で、それが、なんか孤独も感じないし別に嫌っていうのであればまあ大丈夫かもしれないですけど、ただ今40歳で実際自分が60になった時どう考えるかっていうのをかだと、多分その予想と違う状況になると思うんですよね。で、あの、独身の男性って、あの、寿命短いんですよ。 あの、結婚してる男性と独身の男性で行くと、結婚してる男性の方が、あのな、割と長生きしてる人が多いんですよ。で、結果多分独身でい続けると、あの医療はまあ基本変わんないじゃないですか。なので、多分ストレスが溜まって死ぬんだと思うんですよね。 で、あの、日本の場合ってその女性と男性でいくと女性の方が長生きて男性の方があの早く死ぬんですけど、で多分それもストレスだと思うんですけど、なのでなんか独身で居続けると結局ストレスが多いっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、あの、 えっと、ハーバード大学が70年ぐらいやってる研究で、あの、信頼できる知り合い友人が多い方が、人は長生きして幸せを感じるっていう、あの、まあ、あの結論を出した論文があるんですけど、まあ、調査があるんですけど、っていうのもあったりするので、その、 なんか、どうせこいつは完全に近づいてくるんだろう。5年ごとに切り替えようって考えるよりは、長期的な関係を作ったりとか、子供を作ってる方が、多分幸せに感じたりとか、長生きする可能性は高いんじゃないかなと思ってます。はい。 えー、26歳、小民女です。婚活を頑張ってきましたが、よくある話ですが、アプローチしてくる方は好きになれず、好きな人には振られます。えー、自分の基準が文層なことは承知しておりますが、婚活は精神的にしんどいので一旦終わりにしております。両基さんのお考えとして、独身の人間に対してどう思いますか今までの人生で尊敬する方や上司は基本的に婚者が多く、苦手な方は独身が多いです。独身は今後生きていくのにあたって不利なことになりますかどういった点で不利になりますか うんまあ別に一生独身でいいやっていうふうに本心から思ってるのであればいいと思うんですけど、あの単純に、あの自分がモテないから独身でいいやと思い込みたいですっていう話だと思うんですよね。要はその好きな人とか全然いないし、毎日満足してるから、あの一人で暮らすのは何の問題もないですってあれば、ですよね、どうぞどうぞって話なんですけど、好きになってる人はいますと。でもその人には振り向いてくれません。振られました。 なので、そうすると、こういう人好きだよね。でも一緒に暮らせないよねっていうので、こういう人と一緒になって仲良くしたいなっていう願望を持ったままなんですよ。で、ただ自分が報われないから、一人でいるのも幸せなんだって思い込みたいっていうだけなんですけど、残念ながら、そういうふうに自分を、自分自身を洗脳できるタイプの人であれば、あの、こんなおっさんに2440円とか払わないと思うんですよ。なので、あの、高望みをしているというのが問題なので、一回、 あの、アプローチしてくる人と付き合ってみてください。で、半年付き合ってみて別れる。半年付き合ってみて別れるっていうのを6回繰り返してください。で、6回のうちに、あの、1回でも、まあ、半年以上付き合ってもいいよねって思う人がいれば継続すればいいし、で、それでも無理だったらやっぱりダメだっていうので、で、6回やってみて、それで無理だったとしたら、もう多分付き合うの無理なんで、一人で生きていくっていう覚悟を決めた方がいいんじゃないかなと思います。 48歳独身です。チア増やされてきたと思います。かっこ宝生マイスさんに似てると言われたこともあります。えー、もっといい人がいると思っているうちにこの年になってしまいました。エルクさんいまく48年の私に女性としての価値はないし、60歳くらいのお金を持っている人と言われるかもしれませんが、興味が持てません。やはり一人で生きていくしかないでしょうかときめくことはこの人生にはないんでしょうかえっと、不倫すればいいんじゃないですか結婚は無理ですけど、不倫でときめき続けて、独身で死ぬっていうのでいいんじゃないですか えー、大学で人気付きの教職員をしています27歳男です。えー、人気なしの先人採用されるまでは結婚も彼女も惜しいと思わず研究活動を頑張ろうと思ってるんですが、えー、周りからいつでも結婚できる、彼女できると思い上がるなと指摘されました。とはいえ将来が不安定ではそんなこと考えるようもないのですが、ひろゆきさんを独身で居続けるデメリットばかりだと思いますが、ちなみに彼女いないでき年齢です。えっと、多分このパターンの人はできないですね。あのー、結局、 あの、彼女を作ろうと思ったら作れる人って、今までに彼女がいたことのある人なんですよ。要はその、彼女ができた人って、その女の人、まあ男性だと思うんですけど、あ、なんですよね。あの、女の人のいるコミュニティだったり、知り合いの女の人っていうのがいて、じゃあその、そういう関係、彼女とかパートナーっていう関係になろうと思ったら、いつでもなれるんですよ。で、一回でもなったことある人って、声のかけ方とか、そういうコミュニティへの所属の仕方とかを知ってるんですよ。 ま、例えば、じゃあ、その、ツイッターとかで、じゃあ、その、なんか、えっと、そだ好きなアニメとかがありますとかだったら、じゃあ、その、好きなアニメで、その、コミケを行くみたいなので、なんか、その、クラスターで話をしてる時に、多分、そのそ、の鬼滅の刃好きなんだよね、とかで、今度、こう、じゃあ、コミケ行くんだよね、とかあったら、あ、じゃあ、一緒に行かないみたいなのっていうのを軽く言えたりするんですよ。その、あの、女性のパートナーがあった人は。 なので別にあの、その、下心とかも全然ないし、単になんかあの、一人で行くよりも知ってる人で行ったら面白いと思うから、みたいな感じで簡単に人と仲、異性と仲良くなることが可能なんですけど、一回も彼女ができたことがない人って、あの、どうやってその異性と仲良くなって会話をするかということすらわからないんですよ。 要はその、会話をしたことがない人と普通付き合わないじゃないですか。なので、まず異性と会話をして友人になるっていうところを行かなきゃいけないのに、それすらやれてない人が、いざとなったら俺結婚できるって。いやいや、まだ女友達もいなくて彼女もいないのになんで結婚できると思うのっていうのがすごい不思議なんですけど、っていうのもあるので、その、本当に女友達とか彼女がいる人がいつでも結婚できると思うんならいいんですけど、そうじゃないんだったら27歳のうちから頑張ってください。要は20代のうちは、 異性と付き合いやすいんですよ。例えばその27歳で35歳の女性に声かけると結構引っかかる率高いんですよ。要はその35歳の女性でその若い男性と付き合いたいと思ってる人っていうのはいるんですけど、そのある程度良い玉で30歳にっとって大体埋もれもうあの他にまあ結婚しちゃったりしてるので、なのでその年下で付き合いたいってなると、じゃあその35歳ぐらいになると割と空いてたりするので、まずそういう人とその仲良くなって話をするぐらいからスタートしてください。 なんだ、の、出会い系で、その年齢の高い人にとりあえずバンバンを、その中、あの、申し込みとかして、ひとまず異性と会話をするっていうのぐらいからスタートするといいんじゃないかなと思います。 えー、スパチョを取り上げていただいた彼女いない歴20、年齢の27歳男です。ご指摘の通り、女性とのコミュニケーションを理解できてないので、的確な情報をしていただきありがとうございます。ただ、私は特に不利益がなければ、独身でい続けてもいいのかなと考え、独身でい続けるデメリットを先ほど質問しました。えー、それとも私は優秀な人間ではないと思ってるので、そういう人は一人で世の中に生きていこうとするのも、結婚できるように努力した方がいいと考え直した方が良いでしょうかえっと、独身でいることのデメリットはほぼないです。あの、なんだろうな。 えと例えば、そのなんか結婚して他人と一緒に暮らすことが楽しいというのがわからないという話なんですよね。例えば、あの、寿司を食わないデメリットを教えてくださいって言われて、多分、あの、寿司食わなくても人生にデメリットはないんですよ。なんか、まあ僕、その寿司とかチョコレートとか、あの、まあ,あ、割とあのマンゴーシンとか果物好きなんですけど、でもそれって食わなくても死ぬことはないし、デメリットは一切ないんですよ。 なので、あの、一生寿司食わないでもデメリットはありません。で、一生なんかあの、美味しい食べ物食わなくてもデメリットありません。なので、一生独身でもデメリットはありません。<laughs> なので、あの、デメリットがあるかっていう話でいくと多分ないと思うんですよ。でも、なんか、あの、彼女作ったりとか、じゃあ結婚したりとか、なんかあの、家庭を作ったりとか、美味しい食べ物を食べたりとか、カレーを食べたりとか、何かその、いろいろなことをやることで、 多分幸せを感じる構造って人間は持ってるんですよね。ラーメン美味しいとか、なんかあのすげえ腹減った時になんかハンバーガー食うとめちゃめちゃ美味しいとか、めっちゃなんか喉、喉いてる時にビール飲むと美味しいとか。でもそれって別に知らなくても全く困らないし、デメリットはないんですよ。ただ、なんか、ま、人間多分あの日本人だとあの80年ぐらい生きるんですけど、その80年ぐらい生きていく上でいろいろ幸せなことを知ってた方が、 多分幸せに生きられるんじゃないかなと思うので、ただ別に幸せとか興味ねえしっていうんだったら全然いいと思います。